じゃあ GUF ガブですいきましょう、せーの、ガブです。さあ、今回またゲームかよ。今回はゲームではございません。と毎回言ってますよね。いつもゲームやさ。今回じゃあ、行きましょう。ローソンに行って、一番くじ。どれだけ予算内に当てれるか、検証です。あ、検証か。今回検証でございます。ゲーム出したい。いや、検証でございます。あの、僕らは、前回ね、前回っていうか、まあ、これは完全こうやってお分けするのは初めてなんですけど、前ね、一番くじとかちょくちょくやるじゃないですか。やりますね。もう会社ぐるみで。会社ぐるみでね。社長は、あの、当たるまでやるから。もうくじの意味ないよ。検証というより、ですけどもね。あの、まあ、俺は引きやるからすぐ出しちゃう。そうだから、そう、今回はそこも見ていきたいと。そこも、まあ、限られた回数でもちゃんと引くでしょ。そうそう、で狙いこれでっていうね。あ、逆、あ、まあ、そう、初めからこれ狙いで、はい、ルビーよったらルビー狙いででサボ狙いで、だもちろんビーじゃないですよね、取るとしたら。もちろん、まあまあ、そうじゃあなんかあれ決めます。え、今日は何ですか。あれフィギュアは何ですか。ワンピースです。ワンピースですね。いや、いいじゃないですか。じゃあなんか、いくら予算は。予算、うわ、1回あれはいくら。650円とか。せめて10年はしたいんで。え、1人全員、え、全員で1人、全員で10回か。あ、選ぶじゃん。いや、全員で10回で1人に選び込み、選び込み、そうですね。こん中の誰が持ってるかとかね。はいはいはい。もう当たることはもう確実だよ。そうそう、当たりますよ。じゃあ予算はその10連分ってことオッケーオッケー。10連分の予算でしっかり当てて、はい、いきたいと思います。そんな検証、用意、スタート。 OK。 いや、絶対約束したじゃないですか。先生とその当日に生で見に行ってバラしましょうって言って、開口一番あポスター見た。違う、ポスター見たと言ってない。俺の中で、俺の中では一応探ったんだよ、ワンチャン探ったんで。あれ、ポスターもう出たんですね。トイセンもなんか変な顔してましたね。なんだけど、なんだけど、なんだけど、昨日、翼、昨日やるね。ローソンポスター見に行ったんとは言わんかった。はい。そうですね。一応最後、あれ探りレベルですか。探りですよ。探りやって、俺の中では、だから俺も、あれも行ったそうだから。って言うから、えって言われたから。あの、ポスター、あれだ。もう言わんだし、なんだから、ちゃんと。まあ、僕見れてないですけど、どのローソンでも買ってます。うん。これ、これ、知らないです。映ってたけどいや、葵は分かってなかった分かってないのな。それでローソンの一番店行く。そう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 、それから知らなかったよ。葵は来て、聞かせローソンくじ始まったと思うと、で、こっち来る時も何々みたいな感じで、今から体勢を全くこれしないですよ。どう徹底でします。あ、クイズまず多分内容も全然ないやってない、正直やってない。体勢見つけさせたい。そこの周りまで連れてって体勢に見つけさせたい。あ、誰だでだいぶやるんや。まあ、すげえ、せめてのリアルなリアクションみたいな。ああ、なるほどね。あれ、どうですか、ドッキリうまかったですか。あんなボンミスするもう、みんな女の子が、おこったーって。おかしいや、死ぬ音ですか。まあでもガムのポスターかどうかは、そう、ね、何も分からんし、大丈夫です。ほんでも自然な流れ、今どこかローソンやります、うん、みたいなね。一本取る。反応楽しみ。そうだね、反応楽しみましょう。言わずに入って、あ、くじなんやんって言ってブラブラして、あいつに見つけ出す。でリアクションを楽しみましょう。3日から調べてる筋肉マン。筋肉マン、そもそもそうじゃなかったよ。今のやつ、あー、ないやつ、ムーミン、そもそもないやつ、違う、違う、じゃあないっていう感じ。ドラゴンボール、せっかくなんかしたいよな。どうする、したから、え、撮ってる、年月、年月、年月、知らない、クマの、どうやったらしたの。Perfect.
よく3日かららしいですか。はい。皆さんも一番くじあったらぜひ自分は持ってるかどうか試してください。一番くじは別にどうでもいい。興味どうでもいい。そんな曲ないし。せ。ない。どうした。どうした。トマトはして。トマトはして。一番くじ。いや、締め締めんな、はい、何が正解ですか、リーダー。え、俺がいます俺がいる。4月1日から、ね、関西圏内のローソンにてなんと僕ら展開したんです。はい、っていうの体制だけずっと知りませんでした。いつですか。僕らもう計算してました。僕らも1、2月前から知ってました。うそやん。もう楽しみにこの日を。すごいよ。ぜひローソンでガム見つけてね。見つけて。いつからチケットを買えるんですか。はい、お、皆さんローソンでチケット買えます。今買おう。ロッピーから。チケットを買えるの。今回はチケット買ってください。買っても俺出る人やから。見に行けんっていう。ぜひ皆さんどうぞ来た際はなんかストーリーとかツイッター撮ってね、あげてください。よろしくお願いします。以上、チームガムでした。このためやったからどうなんですか。マジかい。よし、マジで一番くじ探してこい。ほんまにあのどういう反応すればいいかわからん。で、パーって見て、うわ、やべえぞ、一回こっち見て。そしたらなんか、いやー、僕なんか、やってるし。で、葵くん見せても、葵くんもずっと。大体わかるやん。もう、一目時。何何今日からです。今日からです。今日から知ってるのは、だいぶ前。この前の、ラムネの週。2個前。2個前。2個前。その前の週。メシの唐揚げの。お前一人でなんか、なんかおったよ。その時に立ってたかって言って、あ、大したことないやん。あ、じゃあ今んとこ。うん。で、ここで、小さな時に。せよ、みたいな。よかったよ。一番のくじ引いたよ。はい。一番のくじ引きました。皆さん、ぜひ。僕らです。一番のくじ。本当の。今から。探してけ。めっちゃ探してたよ。探してたね。だから、それ余計ねえんですよね。早くこっち来いと思って。そう。あれ、だからこっち来る。うん。遅いし。なんか、ね、そこ、しびれたけどね。あなたの